どうも、なおっちです。アリスメアパート6やっていきましょう。やばいんだよね、このゲームめっちゃ久しぶりなんだよね。まあ理由としてはね、あまり再生数が伸びていなかったっていうのがあったのと、他のゲームの方をね優先してやってたっていうのがあるんですが、それよりも一番大きな原因が一つあります。これ一度すごいため撮りしてたんだけど、その時に全部録音だっけ、録音がなんか入ってなくって、まあアボンだよね。というわけで、でセーブデータをさ、結構この俺の実況でのさ、あの悪い癖なんだけど、全部上書きなんだよね、基本的に。そうするとさ、何かあった時に復元ができないんだよね。まあそれはね、俺のうっかりミスが悪いからさ。で、復元にさ、めっちゃかかったんだよね、やり直してたから。で、それを終えて、ああこれで更新できるなって思って、しばらく経って他のゲームやってたから、もうほぼ初見だよね。とりあえずね、続きやっていこうかな。どれだっけ、あ、この一番下のやつで、上のはね進めちゃったんだよね。で、多分前回と同じここで終わりになってます。というわけで、ね、プレイ時間めっちゃ違うんだけどね。なんだっけ、雲に飛ばされたんだっけ、確かね。で、ステラの、ところ。少し疲れたは休んでもいい？おー、実況開始、何分？ 1 分経ってないところで、疲れていいって言われても。どこ？夢、歩き疲れるし、おぶってあげようか。ここは広いからね、迷ってしまいそうだ。これ以上進むのが苦なら君たちはここにいればいい。先生は行くんでしょう。なぜ？なぜ先生は一人で行きたがるの？あまり人に知られたくない。巻き込んでしまいたくない。僕はずっとそうだよ。そう。ずっと不幸な顔してるわ。先生もアレンもみんなも。アレンは自分が一番不幸だと思う？いや、思わないだろう。思わないだろうってか、わからない。そんなね、よく、俺ってかわいそうなやつだな、みたいに言う人いるけどさ、そんなね、いないからね。自分が一番不幸だと思ってる以上に不幸な人いっぱいいるし、もう、まあ人によってね、何が不幸かにも差があると思うけどね。感じなくはないと思うよ。ああ。障害物ね。確かに。幸せが障害物だったらどうすりゃいいのよってなっちゃうもんね。大人ね。いやー、答え知るのが大人だったら大人全然いない気がする。先生は答えは知らない。ああ、なるほどね。結構、ステラも厳しいね。先生と同じこと思ってたけど。死んでいるように感じるのか。ああ、セーブ。いや、1にしちゃえ。あ、安定だ。おなんだ、何今の虫。いいや、とりあえず上戻って、こっちはなんかあんの。あー、ないね。いいや、じゃあ上か。ん？どっから来たっけ？こっちからじゃなかった？あ、こっちか。あれ？あれ？俺どっから来た？え？あれれ？おかしいぞ。出れなくなった。嘘だ。そんなさ、開始数分で積むなんてありえないでしょ。どっから来たっけ？俺。え？あれ？あれ？待って待って待って、ちょっと待って、なんで出られなくなった。え？おかしいな。あ、こっからしか来れねえのか。なるほどね。で、何こっちは、また迷路かよ。なんかパート5も同じような場所通った気がする。なんかいるし、何あれ、誰だい君は。あ、こっちじゃない、こっちか。
どうもー、なおっちでーす。初めてこんなこと言った。あ、すいません、道塞いでしまって。体が足りないんです。右手、右足、左目。昼寝。骨？あ、骨なの？ああ。体のパーツ？集めるしかないでしょ。だって邪魔なんだもんね。よいしょ。で、あれかな？もしかして、さっきのさ、左側の、なんか、なんもない場所に、あんじゃない？パーツ、実は。何？ねえ、これ。何あれ？足？取れたの？今。まあいいや、取れたと信じて。よいしょ。で、あと一個じゃない？なんか右手、あ、あれだ、目だな。多分これ取れば、取った。よし。アイテムにあんの？ねえや。これで多分、右手、右足、左足、左目かな。多分全部取ったんじゃないかな。戻ってきたよ。また雲の時みたいに。やられると嫌だからね、セーブ。あは。潰さないよ。目を潰すな。少し匂いがついちゃったわ。ひどい匂いね。嫌だな。あ、どこここ。アレン君、ステラ君。これ以上君たちは進んじゃいけない。ずっといたんだろう。約束だからね。え？うん、どういうこと？おう、こういうことじゃねえよ。こりゃまた随分と不幸そうな顔してんな、アリス。辛いな、俺が解放してやろうか？やだね、めんどくさいからな。こいつ苦手だわ。死んでるか生きてるかわからないし。ひどいな。俺はとっくにろくでなしで、ろくでなし死んじまってるぜ。まあ、その前に。私は、もうダメだ。約束は守れた。面白いな、お前から撃っていないね。もともと持ってないから奪う必要がないと。こっちの話さ、用は済んだ、グッドナイト。ああ、もうみんなわかんねえや。でもね、俺ステラみたいなクーデレっぽい。なんかあんま名前出していいのかわかんないけどさ、化け物語のガハラさんみたいな感じだよね、多分ね。よし。探索していこうかな、いろいろ。ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだ。お。拾う。かけら。たくさんの名前。町のみんなの名前。私もいつかこの冷たい石に刻まれるので。人って忘れられたり、もう一度死んじゃうんだって。ああ。声か。声から忘れる。その人の死を乗り越え。なるほどね。なんかやだな。死んじゃうのが嫌だ。嫌じゃないんだけどさ。忘れられるってやっぱりちょっとね。声からなんだ。でも言われてみればあーってなりそう。ああ。なんかいっぱいあんな。何？ピアノ？弾けるの？音が足りない？え？何もない。え？もしかしてこのお墓調べるの？冗談でしょ？お、音。隠れてる？埋まってる？今、あったよ、音。まだ音が足りないってことか。音いくつ必要なんだ？お、音。うわ、なんだよ。そういう音いらねえから。マジで。もう。何もない？ない？ない？BGM がちっちゃいから俺のゲームパッドのカチカチ音が入っちゃいそう。おう。
音。あと1個ぐらいあるんじゃない？こっち。っていうか探すの手伝ってよね、ステラさ。なんで俺一人でこんなさ、せっせこせっせこさ、ポチポチしなきゃいけないんだい。またパリン来そうでやだな。お、これでラストぐらいじゃない？もしかしたら。あとここだけ。もうとりあえず全部調べちゃうよ。ここまで来たら。あ？なんで猫？おし。ほほ、これ。トロイメライだっけ、これ。違ったっけ？別作品で聞いたような気がするぞ。余計な音を出さないもの。生きてる人なんてただたわごとを鳴らすだけのメガホンよ。あなたもみんなもどうして私のわがままに付き合ってくれるの？そう、みんなへんてこね、死んでるようなのに。みんな失って死んでるよ。あ、なるほどね。行きましょう。もうわかってるんでしょ。え、何が分かって聞きたい。あ、音楽変わった。何の曲これ。うん、またおしまい。もういいでしょ。なんでそんなガーンってやんの。え、これ変わんのかな。あ、なんかこれも聞いたことあるぞ。なんとりあえずじゃあこっち行ったらなんかあんの。ああ、セーブが。ああ、リンゴの木でなんかあんの。あ、ある。自分の名前あまり好きじゃないの。なんで。ああ、それでいいの？みんな汚れてる。自分の名前か。俺はまあ好きだけど、何か隠してる。何が足りないのか、何が欲しいのか分かったの。みんながどうして生きているのにか。え、何を失うと。毒リンゴ。え、何これ。え、これ結構重要な選択肢じゃない。リンゴ一緒に食べるか食べないか。リンゴ、リンゴ、うーん、食べたいから食べるよ、じゃあ。え？ガブ。ゲームオーバーか。じゃあ食べちゃダメなのね。はい。じゃあ食べません。はい。ポチポチポチ。で、何を失うの？心じゃないよね、多分。食べますね。え？おやすみあれ。食べちゃうの？手帳の切れ端。みんな同じ目をしてる。理由はわからない。でも、死んでるの、みんな。ずっとそれを探してるけど、見つからないわ。で、線は、いるでし。読めない。あ、戻ってきた。あ、手帳の切れ端しか持ってないじゃん。いつもさ、この本、え、世界の鍵なんてもいつもらった。わからんな。おかえりなさい。え、揃ったの。そうだよね、なんかないよね。ほら、白紙が多いだけってさ。そうなの、手帳。あー、夢から覚める方法。夢とは違うんですが、そうですね。方法なら教えてあげましょう。世界と世界をつなぐ方法は2つ。不可能なの。アリスがこの世界で一番悪い。最後の扉の鍵。アリスはこの世界で不安。あわ、いい夢を。え、ちょっと待って。どういうこ
こと最後の扉もあるし、でここでしょ多分。ここか、鍵で誰かを刺すっていうことができるんでしょう。ちょっと待って、どっから行ったらいいんだろう。ここ開けちゃえ。オープンだ。どうは、うん、あれもしかして、あ、ちょっと待って、もう一回読ませて。僕の手帳。神様は6日で世界を作りました。人は我を忘れ世界をバラバラにしました。そして神様は2億日で世界を作りました。僕の手帳。特に用事はない。ずっとみんなと一緒がいいな。あれ、もしかしてこれ夢から覚めたってことかな。こっち現実世界。誰、俺病院で働いているんだ。仕事ってよ、あいつ運動。ああ、あれ、これは夢から覚めたってことでいいのかな。どこなんだね。あ、ん？ああ、遊びたいのはまた明日遊ぼう。アリスくん、あれんだろう。なんか、え、夢じゃない？別の世界なのか。ルーム、もうわからん。え、もしかしてこれさ、あー無理か。うん、喋らん。上着か、剥ぎ取ってみたら。先生見なかった。ああ、先生のこと結構いろいろ言うの。寒いの、雪合戦。剥ぎ取ってみたら。え、剥ぎ取れんの。先生、先生、先生、ソファーだ。お休みじゃなくてさ、ダメだダメだこっちは、そうか、来たな。じゃあどうすんだべ。寝りゃいいのかい。暖かい。約束。あれ、寝れないぞ。寝れない。あれ、おやすみって言われたけど寝れないんですが、出れないんですが。え、先生を鍵で刺すってことかい、もしかして。あー、わかんねえ。え、ここはどこなの。全部人不安定。あー、鍵やば、いろいろな連絡先わかんない。何すりゃいいんだここで。やばいやばいやばい、ずっとここうろちょろしてる。すんごい悩んでる。え、どうすんの。ソファーだ。ああ、お休みだっけさ。あ、
気づいた。あ、何ここ、あ、先生の世界みたいな感じなのかな。何これ、ウーム、何、私の階になんかついてる。まだもして隣の通園、鍵、リボン、赤色、鍵を欲しいならリボン、シューティー、あ、いいよ。動物の鳴き声の真似やめてよ、そういうモノマネの。猫、犬、カエル、猫、犬、カエル、まだあるわよちょっと待って、牛、猫、カエル、猫、豚、牛、猫、カエル、猫、豚、牛、猫、カエル、犬、あ、これだけちょっと待って、猫、犬、カエル、猫、犬、カエル、牛、猫、カエル、猫、豚、牛、猫、カエル、猫、豚、牛、猫、カエル、猫、豚レッグウォーマー、また遊んで、はーい、あったかそう。というわけでね、鳴き声のモノマネをしたところで、今回ここまでにしやしようかね。久しぶりの実況だったから、迷ったーって思ったけどね、よく見るもんだね、最後はね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。でももうラストなんかね、エンディングがいくつかあるらしいから、まあハッピーエンドは回収したいよね。全部、一応回収はなるべくしたいなと思ってるんですが、まあ、バッドエンド最後に見てもしょうがないからさ、まあ、気になったらやるかなって感じかな。とりあえずエンディングをいくつか見れたらいいなと思ってます。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。